児童劇は、児童のために演じられる演劇のことで、多くは演劇教育を目的としている。児童自身が演じる学校劇も、児童演劇に含める場合もある。世界各国に同様な劇は見られるが、日本においては1903年に、川上音次郎一座が演じたおと木芝居がその、始まりとされる。児童演劇とは、主に小学校、中学校、 親子劇場で行われる子供向けの演劇のことである。演じるのは主に創造団体と呼ばれる劇団であり、その演技法は人間による芝居、スクリーンを使った影絵芝居、人形を使った芝居に大別される。戦後間もなく子供たちにお芝居用の掛け声と共に高度成長期の日本において、子供たちを二度と戦場に送らないために戦争を、 体験した学生などによって始まった文化的活動である。その運動は全国的に広まり、学校行事に演劇鑑賞会という一つのカテゴリーを持つまでに至った。しかし近年は少子化、学校の授業数の減少により、学校での行事そのものが減ってきている。一方1960年代に始まった親子劇場活動も、 娯楽の多様化から可解因数が減少、現在の創造団体にとっては厳しい冬の時代とも言える。しかしながら、一方では、全国の離島を巡回する公演が文化庁の主催によって、現在も続けられ、2002年2月の国語審議会の答申において、初めて、教育現場に演劇をというフレーズが盛り込まれ、教育会、児童演劇会にとって、 新しい風が吹いてきていることも事実である。ありがとうございます。